よしこ。はい。よしこ。はい。お前、嘘ついてたな。お前、俺の動画で、はい。既婚者子持ちですって言ってたけど、実は、既婚者じゃなくて元既婚者になってたんだな。他の動画で、はい。お前、くんさんの一番やばい暴露俺に教えろって言われて、はい。買った AV がすごいマニアックみたいなクソしょうもない暴露してたよな。あ、はい。本当にそれが一番やばい暴露なのか？え、なん、なんの話かな。やりましょうやりましょう。お前。やりましょう。はい、なんですか。俺に嘘ついてたのか。はい、許す。やった。誰かを守るためにつく嘘は俺は咎めない。ありがとうございます。いろいろ大変だろ。そうですね。一緒に荒野行動やっていこうな。ぜひお願いします。あの、この動画をご覧の皆さん、あなたたちが期待しているような話はしません、はい、何を期待してるのかな一体何を期待してるのかな何を期待して開いたのか分かりませんが、基本的に俺はあのいじる風いじらないっていうのを芸風にモットーにしているので、この動画を開いたことによって誰かが燃えるようなことは起きませんので、ご理解した上でお楽しみいただければなと思います。ちゃんとアナウンスして偉い。いや、なんか俺って大体さ、はい、バチバチに炎上してる人いじるけど、その人の最新情報とか、うんうん、その人がさらに燃えるような暴露とかは絶対追加でしないから、うんうん、基本的に俺の動画は炎上している本人が見ても不愉快にならないをモットーにしてるんですよ。そうじゃないとすぐ訴訟だなんだとかになっちゃうから。うんうんうん、うまいっすね。そうだから俺普通に、だから、うん、あのほら、人権で大炎上したタヌカナさんとかもいじったけど、はい、多分本人が見てもまあそりゃそうだよなってなる程度の話しかしてないし、タヌカナさん自体は好きだから一緒に荒野行動やりましょうって言われたら大歓迎でやるよ俺。あ、本当ですか。俺全然やる全然やる。へえ。だって今焼きおにぎりとコラボするような人間だぜ。何何ですか。何何焼きおにぎり何、熱々。熱々。熱々やっぱ渦中の栗しかうまくねえよな。よしこにはね、嘘をついていた罰として、荒野行動の良さをね、よしこのファンにも伝えてほしい。俺はそれで水に流すよ。よしこ、これ見てさ、何か思わないか。え、もうね、無限にできちゃう。無限にできちゃう荒野行動アスレチック。うわー楽しいな。うわ、すっげー楽しい。荒野行動超楽しいでしょ。新しいだろ。新しい新しい新しい。荒野行動の良さの一つとして、うん、他の追随を許さない、誰にも真似できないようなコンテンツを作り続けるっていう、やっぱけーよ、すっげえ。君の新たな職場だからちゃんと覚えてね。はい、わかりました。新たな職場。新たな職場。はあ、おい、何お前ため息ついてんだよ。いやいやいや、仕事中だろ。前の職場でどういう教育を受けてたのか知らないけど、うん、はいはいはい、あのうちはうちだから。そうですね。うん、じゃあクイズ、荒野行動のキャッチコピー、はい、はいはいはい、言えますか。荒野行動のキャッチコピー。いや、これちょっと待って、これどこまでいじっていいのかすげえ迷うな。何をいじろうとしてるのかな。いや、荒野行動の公式のキャッチコピーって、ルールはない戦えっていう、はいキャッチコピーなんですよね。だから、あの荒野行動にはあのルールもガイドラインもないんだよって言おうかと思ったんだけど、何ちょっとちょっと攻めすぎるどうすんのおばしさこれ。いや、ちょっとなんかやば、俺だから許して俺だから許して、くんさん俺だから許して、俺はくんさん好きだよ。馴染みで、え、あ、これ敵だった、ちょっと待った、危ない、くんさん好きだから許して、ちょっといじるけど、武器構え方とかあれもしかしてよしこさん聞こえてない。あ、聞こえてないならセーフだ。あ、聞こえてないでしょ。聞こえませんでした、何も聞こえない。あ、ごめんごめん、なんか 敵出てきたもんね。うん、ごめんなさい、何も聞いてなかった。やっぱ銃声と被るとね。そうですね、何言ってるか聞こえないでしょ。いや、ガイドラインの話してたんだけど、あ、銃声にも聞こえなかったでしょ。何も聞こえなかったです。あ、じゃあセーフ、じゃあセーフ、じゃあセーフ、何も言ってない、何も言ってない。銃声うるさいわ、ほんま。クソゲーやん、クソゲー、クソゲー。いや、そんなクソだなんて、私の新しい職場の悪口言わないでくださいよ。新しい職場か。でもある程度誰かがいじんないと、なんかすげえ触れづらい人になっちゃうから、よしこが。そうですね、アンタッチャブルな感じになって、アンタッチャブルな感じになっちゃうから。昔私 V でしたけど今はまあみたいな感じの、なんかまあ、ああ絵だったんだねみたいな感じのさ
なんか逆に言うと VTuber の人たちなんてみんな大体もともと生主じゃん。今結構そうっぽいですよね。そうそう、みんなもともと生主だから、で生主時代にみんなね、なんかいろいろあった人たちが多いだろうから、うん、中にはね、うんうん、中にはね、だからまあでもとはいえね、過去になんかあったからなんやねんって話です、うん、過去に何もなかったような人間は、うん、基本的に真人間すぎて YouTube じゃ人気になれません。おっ、そうっす。あの基本的に YouTuber はみんな頭おかしいんで、過去にいろいろバカやってたようなやつが、うん、ああやべえ、ネットでバカやるとこういうこと起きんのかって勉強しなきゃな、反省しなきゃなっつって反省して同じ過ちを繰り返さなくなったやつらが上にいるんで、ああなるほどね。みんなやっぱ人気ない頃にやっぱいろいろやらかしてるもんなんで、常に傷がある分強くなるんですよ、みんなきっと。傷ついて強くなっていくんですね。そう、じゃあいっか、よくはないおー、なんか俺さ、去年とか今年とかさ、うんうん、女の子励ます動画ばっかなんだけど、うん、どういうこと？頼みます、そこをなんとか、私も入れてもらって、仲間に入れてもらって。おい、おぱし界隈の女の子たちなんてもう、この世の終わりやぞ、マジで。全然敵に気づけない。あば、あば、これプレイヤーだ！何？あ、ごめん。上に戻れ、上に戻れ、殺されるぞ。あ、ごめんなさい。はぁ、先生、先生、ちょっとまだ不慣れなもので、ちょっと使えねえ女、これだから女さんは。先生、先生、いや使えないから私こうなっちゃったんですかね。あ、そういう設定でいくの？それだったら俺きついんですけど。違う、きついんですけどって、きついんですけど。よしこちゃんが無言でアスレチックしてんのいいね、なんかエモーショナル、エモーショナルだね、なんかエモいっすか？エモいよ。エモいっすか？エモい、よしこのアスレエモいな。積み上げられたブロックの上を飛ぶアスレ、いいね、エモいね。エモいっすか？エモいね。これいいっすね、無限にできちゃいますね、くるくる回ってね。そう、これがエモいのか。そうか、これがエモいんだ。エモいってそういうことなんだ。ダメだ、ダメだ。これ後でくんさんにごめんなさいしとこ、一応。俺お前のこと好きだから全部許してくれよって、別にお前に迷惑かけてねえだろっつって。俺だって 俺が炎上した時なんで、あの人散々小銭稼ぎしたんだから、俺の名前使って。そっちの方が100倍問題あるだろうが。許してないかんな。許してないんだ。許してない。俺根に持つタイプだから。まあいろいろね、大人になるとありますから。そうですね。そうですね。大人になっちまったもんだから、子供育てていかなきゃいけないしな。いやもう荒野行動で、もうがっつり頑張って、はい、荒野行動のよくいる YouTuber さんたちみたいにハイブランドの画像を SNS に上げて、俺は荒野行動で総額いくら稼いだぞとかイキリツイートするぐらいがちょうどいいんですよ、荒野行動は。やだよ。でもなんかその離婚してて子供二人育ててますって言ってるママが荒野行動始めた瞬間にブランドものいや、もうむしろそれこそ This is real 荒野行動って感じがして、俺大好きだけどね。これが荒野行動だよな、たまんねえぜって。最悪最悪。出てきた。やばい、やばい。あ、マジ。マジ。うわ、車引かれた。待って。武器が。え、何してんの？武器の切り替えが分かんない。数字の1。数字の1。え、弾ないじゃん。数字の2。2。え、それ V。え、弾ないよ。無理。ちょっと待ってください。まずい。ちょっとまだの不慣れなもので、ちょっとこれからね、仕事覚えるんで。ゲーム下手枠か。いや、ゲーム下手くそ。いや、違うんすよ、でも。弾とかも勝手に補填されるようなゲームを遊んでたんで。はい。痛い。痛い。あっ。これどうする？続くみたいな形にして、ここで一回止めるか。あー、そうしましょう、じゃあ。ちょっとあの次回予告みたいな感じでちょっと即興でやってもらっていいですか、よしこといえば。即興で、次回よしこちゃんシスデュエルスタンバイ。死んじゃったな。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。
おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。